前回はね、ドスランポスを卵から孵化させてトサカっていう名前をつけたんだよね。今俺の相棒はドスランポ、あ、こいつがアンドレイがいたわ。アンドレイがまだ俺の相棒でいた。こいつには乗れねえのか。さすがに乗れねえか。で、次の儀式に行くんだけど、マイハウス、とりあえず家の中一回入ってみるか。家の中入りたいっぽいぞ、アンドレイは。マイハウスではさまざまな機能を利用できるベッドとボックス。ああ、これは従来のモンハンと一緒なのかな。ボックスの説明何も見てないけど。これがベッド。会話。これからよろしくのやつ出るか。あね、このゲームね、セーブ機能がオートセーブしかないんですわ。で、前回パート1終わった後にね、アプリ落としちゃったらね、またちょっと戻ったんだよね。俺のライダーノートだ。覚えたことを振り返ることができるぞ。キャンプメニューにあるライダーノート。なるほど。たくさんの知識が必要だからな。愛とラブ、それは同じ意味だぜ。ボルデの丘、ボルデの丘で多分戦闘があるんだろうな。この感じ丘だからな。ドスランポスの相手にふさわしいアプトノス、アプノトスだっけ、わかんねえ。出てくるだろう。つかこいついつの間にさ、なんだこいつ、名前忘れた。この体験の最初の方の背負ってんじゃん。あ、出た出た、アプトノスかな。全力でぶつかってみようか、後輩。そうだ、やってみようぜ。こいつ攻撃してこないの。いつもハンターから先制攻撃されて、生肉を奪われるだけ奪われるっていう。かわいそうに。今作でもその役割なのか。え、平和かよ。攻撃しようと思ったのに。あ、近づいたらあれになるんだ。おお、おお、かっけえ。戦闘画面かっけえな。これは単性バトルだよね、見た感じ。オートもあるのかな。かける1って書いてるから、戦うを選ぶんだ。アプトノスを選択してくれ。いいか、攻撃タイプは3つ。パワー、スピード、テクニック。パワー試してみよう。おお、真っ向勝負。狙う相手が重なると真っ向勝負だ。サンスプーンから相性のいい攻撃をすれば相手に大ダメージ。うん、ってことは、相手が、コントロールじゃないわ、テクニックだっけ。テクニック選んだときは、パワー攻撃すればいいのかな。癖を読むと、勝負有利に運べるぞ。戦う。ターゲットリンクとモンスターをつなぐ。バトルラインを参考にする。あ、なるほど。なるほどね。真っ向勝負が起きるかどうかは、モンスターのアイコンの左上に見える。目の形のアイコンでも確認できる。ってことは、敵が複数いるときは、このなんか真っ向勝負のこのバチバチが自分に向かってきてるやつのとこに行けば真っ向勝負が起きるのか。アップトーンス選択して、癖はパワーのようだ。勝つために選ぶ攻撃はスピードでしょ。ああ、火に強いのは水みたいな、そういうこの御三家属性ね。 OKOKOK、 いけ。17、かわいそうに討伐成功。体験の切り上げで死んだぞ。いいね、いいね。戦闘面白いじゃん。単性バトル好きなんだよね。トサカも経験値たまったな。あと7でレベル上がるけど、俺はまだ26も貯めないといけないのか。生肉取れすぎ、お前。生々しいな、お前。びっちゃびちゃなんだろ、お前。自分の袋の中、リュックの中、腰につけてるその巾着の中、お前生肉でビチャビチャなんだろ。ちゃんと血抜きしたのかな。 HP が減ったりしないか。アイテムから薬草を使ってみるがいい。なるほど、薬草ね。キャンプ、アイテム、
薬草10個持ってる。使おう。さっきトサカ攻撃した？俺しか攻撃してなくないか。まあ、いろいろアイテム持ってるけど、これで、戻るか。村に、村に戻れっつってたよな。わあ、これさ、トサカに乗りてんだけどよ。これいつか乗れるようになるんだろう。ライダーだから。ライダーの証を手に入れるはさ、ちゃんとライダーになれば、トサカに乗って、この広大な大地を、おお、めっちゃいる。おあいつ叩こうぜ。次はランポスだな。どんどん行ってみよう。おお、ランポスかっけえ。やっぱや、ランポスだよな。ゲネボスとかさ、イーオスとかいるけどさ、やっぱランポスだよな。ランポスはえっちゃんかっけえよ。戦おう。ランポス。スピードなら、こっちは、まずテクニックだな。真っ向勝負。おお、かっけえ。おお。あ、さっきもちゃんとこいつも攻撃してたのかな。あれ、あいつも HP なくね。ランポス、もう一回テクニックでいこう。いいぞ。ランポスの死に方もさ、ちゃんとあれなんだな、モンハン通りなんだな。吹っ飛び方ね。お、これレベル上がるんじゃない。これトサカのレベルが上がる。ランポスの鱗手に入れたわ。あ、これでやっぱ武器とか作っていくのかな。え、これめっちゃ面白いじゃん。ちゃんと自分の装備も変わっていくのかな。これここから先はお前たちだけで儀式がやり遂げるんだ。絆石を清める水場のある試練の間はあの洞窟の奥だ。気をつけていくんだぞ。そうだ後輩、応援を教えよう。俺のスキルだ。ライダーとしていろいろなスキルを覚えていくことになるが、まずは応援を試してみて、スキルの使い方に慣れていくといい。なるほど。応援ってことは戦闘中にこのトサカの攻撃力アップとかバフをかけるのかな。先輩の応援を入手。ああれじゃん、ケルビーいるじゃん。しゃがむとかあるから、これあれか、隠密行動ができるのかな。これとりあえず行くか。これ道中レベル上げした方がいいのかな。採取できちゃうの。ああ、薬草が拾えるのか。蜂蜜とか取っておきたいな。どっかあるのかな。このカメラ操作もね、右の親指でやってんだけど逆の方がいいね。薬草、これは？これは何？宝箱じゃん、これ。投げナイフ5個。あ、鉄鉱石じゃない、これ。マカライト鉱石とか取るんじゃない、鉄鉱石と。石ころ。なんだよ、お前、それ。石ころかよ、お前。結局、お前、キラキラ光って石ころなのか、お前。粘着層。これな、RP じゃ、滝の中に隠し通路があったりするんじゃないの、これ。ないわ。なかった。深読みしすぎた。もうポケモンでも何でも深読みは禁物だからな。これ取れるか。ウォーミル麦。バトルポーチ準備できてるかい。バトルポーチ入ってるアイテムしか使えないんだ。あ、なるほど。で、薬草とかは、バトルポーチの中に入れとかないと。なるほど、なるほど。まあ、でもそんなよく使うの、戦闘中にアイテムって。そんな頻繁に使う。バトルポーチの編集。あ、でも薬草ちゃんと入ってんだ。登録して、あ、投げナイフ入れとこう。投げナイフと、まあ、今んとこ持ってるの石ころだから、石ころを入れとこう。これでいいでしょ。OK。あ、これ完璧でしょ。これ何のモンスター来ても多分いけるわ。この手始めにこのランポス倒して、ちょっと レベル上げとくか。これ気づかれないように後ろから近づいてさ、びっくりさせたらこっちが先制攻撃的な感じで、相手に若干ダメージなので、入れ替えとかなんか増えてんだけど、スキルって何？これ誰が今から戦うのこれ。次誰の番これ。スキル使おう。応援。応援をトサカにして、攻撃力アップ。やっぱバフだね、これ。真っ向勝負。あ、相手に負けてるじゃん。相手スピード型だから、トサカは、ランポスに対して、テクニックで打ち勝っていく。いいぞ。あ、傷のダブルアクション。なんだこれ。お、かっけえ。お前これあれじゃん、ガツーガじゃん。ナルトの牙じゃんこれ。ガツーガだよ。いいね。
俺のレベルは相変わらず上がんねえ、上がりにくいな。ランク B。 やっぱ応援したのがまずかったのかな。これ最初から先制攻撃でテクニックで畳みかけてれば A 取れたのか。ダブルアクションを初めて成功させた。薬草入手、青キノコ入手。あ、これ蜂蜜じゃない、これこれ蜂蜜でしょ。蜂蜜いいね。でこれまた薬草あるぞ。これ薬草、やべ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 、来てる来てる。うわー、ここはね、やっぱもうテクニック攻めていこう。テクニックいいぞ。あ、スピード、あ、やっぱあれか、自分はテクニックを攻撃しても、あのトサカはスピードタイプだから、スピードやっぱ攻撃しちゃうのか。なるほど、テクニック攻めよう。これ多分倒せるんちゃう。あー、惜しい。真っ向勝負。やっぱドスランポスたるもの、ランポスにこう威厳を示しとかないといけないと。じゃあお前その背中のさ、なんていうんだっけ、あ の, の乗り物乗るための道具、お前何のためにあんだよ、ここら辺でよ。そのライダーの証とか言う前にちょっとここで あれで見せつけていこうぜ、ライダーの素質を。戦う、これあれかな、応援した方がなんかその絆のダブルアタックみたいなの起きるのかな。いや、こうやって若干ダメージ積み重ねて大丈夫かな。多分こいつを倒せばあの1個ランク上がると思うから、そこでなんかランク上がったらあれだっけ、ランクじゃない、レベルか、レベル上がったら HP って回復するのかな。 OK、 2人ともレベル上がった。まあ、かといって何も起こらねえのか。よっしゃ、じゃあ行くぞ。もうちょっとで、あ、来たね、岩の割れ目。奥に行ったらさ、やっぱこういう探索のしがいみたいなのがあるの。これ結構広いな。あ、まあまあ広いな。これちょっと中入るか。ボールディ山の洞窟。あ、これ薬草、薬草かな、これ薬草だ。あ、ちょっとこれプーギーじゃないか、あいつ迷子になってる。プーギーがいるの探して話しかけてください。今の水プーギーをかけ、なるほど、こいつはね、あれなんだよ、手がってあげると、あ、家の中までついてくるのだからな、こいつ。しっかり一応薬草をちょっとあれだわ、食っておこう。薬草、そうか、レベル上がったらやっぱあれなんだね、レベル上がったらやっぱり HP を回復すると。技の技 PP とかあるのかな。ブッ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 ブンブッブンブッブッブッ、あれこっついてくんちゃうのこれ。迷子のプーギーを助けた、非常食かな。お、なんか落ちる、何これ、生肉じゃないの。あ、薬草だったわ、生肉落ちる。ちょっと察しだったわ、生肉落ちてたら。結構洞窟の中広いな。でもモンスターがいないんだよな。あ、いる。こいつは名前わかんないけど、まあ、一応しばいておこうか。訓虫、これテクニックだろこいつ、これ絶対テクニックだろ、これパワーで攻めよう。ほらほら、これ死んだ、非耐性アップ、マジ。あいつなんだ、訓虫もう一回パワーで押していこう。おい、来た、絆ダブルアクション、ガツーか。いいね、だいぶトサカとの絆が深まってきたんちゃうのこれ。で、こっちは、あ、なんかあるぞ。あ、また宝箱じゃんこれ、さっき投げナイフ出たから。次は効果薬、いいね。やっぱこれバトル中に使ったらさ、やっぱアイテムってこう一旦あれなのかな、消費しちゃうのかな、アイテム使ったターンならあんま意味ねえような気がするんだけどな。薬草う、薬草ごときじゃ多分な、一旦消費してしまったらちょっと。おーい、早すぎだろお前サッカーボール。あー、おい、訓虫サッカーやろうぜ、お前ボールなっつって。これダブルアクション起こるから、これ起こんなかった、クリティカル。おさすがトサカ、怒りの一発。さすがに今のトサカもブチ切れたんだろうな。
話してる途中にあんな回避不能のさ、この一本道でさ、こいつぶち切れたんだろうな。あ、拾っておこうか。こっちで合ってる。あ、こっちか。いろいろ行けるんだが、この奥に行くと、あ、洞窟の中って何のモンスターがいるんだろうな。フルフルとか、フルフルとかかな。まさかこんなところにレウスとかさ、ヤンクとかいないだろう。フルフルとか、ギギネブラとか、大名ザミとか、そういう系じゃないの。最初のボスとしてはふさわしいでしょ。もしかしてボスじゃないこれ。ただ石を取ってくるだけとか、そういうミッション。なんかでもさ、モンスターハンターセカンドのさ、オープニングでさ、こういうとこなんか、ティガレックスから逃げるとこから始まらない？セカンドの時のオープニングめっちゃ好きなんだけど俺。ジルセンカーミュー。なんて？かっけえ。どういう原理？メガ進化？違うか。お、またこれフラグだぞ、これやばいぞ。何？なんで今足合わせたの？これ村に帰ってっていう途中であれじゃないの？来るんちゃうの？あ、こんか。あ、これやばいぞ、これ絆石の力解放で、この絆石、連れて行けるお供のレア度が異なります。物語を進めて絆石の解放段階からにつれて、あー、なるほどなるほど。だからまあなんて言うんだろう、こいつのレベルが上がっていったら、どん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 ヤンクとかレウスとかを連れていけるようになるんでしょう。とりあえず敵の強さに合わせて自分の味方にできる強さも上がっていくと。こいつ何これ。あ、プーギーじゃんこれ。いや、汚ねえ服着てんな。お前毒天狗だけみたいな柄してんだけど、こいつ。双眼鏡 ×5 ×5、 何これ。使い捨て双眼鏡ってやつか。インスタントカメラ、え、何。お、まだ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 。あ、俺分かったわこれ。最初のさ、なんか闇ってこれ、この黙々のことだろ。で、ナルガクルがもうこの黙々に操られてんだろ、どうせ。絶対そうだろ。やべえよ、なんかアンドレの方がさ、うおお、いや、ナルガじゃん、急に。超かっけえ、エフェクトめちゃくちゃかっけえじゃん、何これ。ビリビリさっきが伝わってくるぜっつって、撃退しないと村に帰れないぞ。こいつ追っ払おう。そうだよ、こいつまた村に来たらよ、お前また闇落ちの少年エネムを増やしまうぞ。お前かなり手強すぎだろ。これ捕まえようぜこいつ。俺にね、こいつスピードだと思うんだよね。トサカのスピードで、俺はテクニック、ちょっと待って、ここスキルで一旦応援しよう。あ、俺自身を応援することができる。じゃあ俺自身を応援しよう。攻撃力アップ、ほらやっぱスピードだわ。ナルガクルが強え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 。トサカ37与えて、トサカ5ぐらいしか食らってなくね。お供、あ、お供、いや威嚇とかできんじゃん。ちょ、これ攻撃力ダウンさせようぜ。ほんだこれさ、結構さ耐久できるんちゃうのこれ、薬草で。で、知らして、これまだ応援できんのかな。一旦ちょっと攻撃してみるか。じゃあ一旦、狂気の人流にテクニックで攻撃。何、トゲ弾って何。うわ、出た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 、この攻撃ね。いいぞ、14クロワス攻撃ダウン。 OKOK、 これで結構ちま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 できるはず。これまださ、どん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 上書きできんのかな。あ、3ターンか。3ターン相手体の攻撃力ダウンってことは、これ以上多分下がんねえんだろうな。これダウンしたか今。もう一回テクニックで、おい、あれ出ろよ、絆のダブルアタック。あ、違う違う違うか、真っ向勝負テクニック。ほら、いいぞ、絆アップ。いいね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 。お供が乗れって言ってるぞ。あ、さっきあれか、絆石みたいなのを手に入れたから、ライダーさん、ライドオンだ。ライド、お、乗った。ライド中は2人の力を1つにして戦える。
3つの攻撃タイプから選んで攻撃だ。ただし真っ向勝負で負けが続くとオトモンから振り落とす。まああいつはスピードタイプだから多分テクニックを選んでる限りは負けないよね。テクニックよし、いけ、勝った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 。お、絆アップ。絆石に絆の力を感じる。なんか必殺技みたいなの出せるのかな。あいつスピード技しかバカだからしてこないから、これでもう一回絆貯めて絆アップ。お、ぶたれた。絆技を知ってるかい。ライドの時だけ使える強力な技だけど、技を使ったライドが終わってしまうんだ。絆の力が強ければ絆も強くなる。絆レベル3、強力な絆技を叩き込め。ドスラッシュ。うお、すげえ、吠えたぞ。うおお、なにこれ、ベイブレード。百裂剣、落とし物ゲット。あ、逃げていた。早っ、逃げ足早すぎな。草生える。やべえな、これトサカとの絆がめっちゃ深まったぞ。これトサカ最後まで連れていける。トサカ最後までこれ使えるかな。逃げ足早い。あ、消えた。的確な指示、かっこよくてビリビリしびれたろ。あとライダーさんもなかなかだ。じゃあさ、あのアンドレのさ、なんか萌えおかしくね、あいつ。なんか影だろうな。でもあれ影なんだろうな。さあライダーさん、村に持って報告だ。明日に向かってライドン。今の程度でさ撃退できるのはさ、あれじゃないの、村の人を撃退できてたんちゃうの。レンマライユレスキー。でだ、こいつもさ大事なのは愛とラブっつってっけど。あ、なるほどね、真似してんのか。じゃあこいつ、あいつはこいつの村長の座を狙ってんだな。あのお兄さんは、お兄さんなのかおじさんなのか知らんけど、ハンターノートくれたやつは。あ、悪いやつだ、ダン先輩。ライダーに必要なものを用意してくれているはずじゃ。良いな、オトモンと絆を深め立派なライダーになるのじゃぞ。お前さんが村の武具や雑貨屋を使えるように話をしておいたぞ。あとで見に行くがよい。ほっ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 つって、じゃあ村の武具屋にも行けるし、とりあえずなんかダン先輩のとこ行けっつってっから、ダン先輩のとこに、まあ、行ってみるか。よし行くぞ。